ワンピース、最新1107話で、判明したこと、5001、エッグヘッドに向かっていた黒ひげ海賊団の目的、バン・オーガーとカタリーナ・デボンの二人が上陸していたことが確定。そしてその目的は、カタリーナ・デボンがサターン星に触れることだった。これで五老星の一人に、化けられるようになったのだろう。サターン星に化けて、どんな行動を取るかに今後、注目ですね。2、魚兵海賊団は全員出撃。先週のラストで描かれた、ルフたちを助けに来たドリーとブロギー、オイモとカーシーも含めた伝説の巨兵海賊団全員での出撃であった。絶望的な麦わらの一味に強力な援軍、ウソップがまたドリーとブロギーを師匠と呼んでいたのが熱いですね。3、ルッチとゾロの戦況。戦いが続いていたルッチとゾロであるが、ルッチの目的は仲間を見捨てることができない麦わらの一味の一人を足止めすること。敵ながらなかなか弱点をついた行動であったれ。4、ルフィは自分を味方と認識していない。今週のボニーとの会話で、改めてルフィはギアフィクスについて、それが太陽の神ニカの力であることは知らないことが分かった。この戦いが終わったら、改めて自分の力を知ることになるシーンが描かれそう。5、カリブーの憧れのあの方がついに判明。それは黒ひげであったことが確定。なんと黒ひげに憧れて海賊になったとのこと。やっぱりカリブーは悪人顔だもんね。